大人気ラノベ待望の新刊発売。どうもゆきともです。今回は9月発売の注目ライトノベル紹介です。今回は GA 文庫やガガー文庫をメインに紹介していきますが、12ヶ月連続刊行ですごいことになっている断末最新刊が来たり、お隣の天使様の新刊があったりと、かなり熱いラインナップとなっています。さらに気になる新シリーズも大量にありますので、どのラノベを買うのかこの動画を参考にしていってください。それではやっていきましょう。まずは9月14日発売の GA 文庫の注目作品からです。最初はこちら、キスなんてできないでしょと挑発する生意気な幼馴染を分からせてやったら予想以上に出れた第2巻。こちらは甘々系ラブコメの新刊ですね。1巻発売は今年の4月ですので、順調なペースで2巻目が発売となります。顔を合わせるたびに煽ってくる生意気な幼馴染とのラブコメを描いている本作。生まれた日も場所も一緒という生粋の幼馴染2人なんですけど、お互いに素直になれない両肩重い展開ががっつりと楽しめます。まあ、一巻の流れとしては、いつものからかいムーブからキスをしてしまったことがきっかけで二人の距離感が変わっていくという感じで、じれったい関係性の変化を楽しんでいく作品に仕上がっています。最新刊でもね、お互いに恋愛感情はないと言い張る二人が、がっつりイチャラブしていくようですので、ニヤニヤできるストーリーとなりそうですね。まあ、作者のね、桜木さくら先生は甘々系ラブコメを書かせたらトップクラスの作家さんですので、じれ甘系青春ラブコメが読みたい方は本シリーズも要チェックです。続いてはこちら、理系彼女と文系彼氏、先に告った方が負け第2巻。こちらもラブコメ系の新刊で、プライドが邪魔をしてお互いに素直になれない両肩重い系ストーリーとなっています。本作の主人公とヒロインは理系と文系それぞれの学年1位の優等生で、周囲からカップル認定されているんですけど、実はそれは恋人のふりをしているだけという関係なんですね。まあ、プライドの高い2人はお互いに惹かれ合っているのに、相手から告白してくれないと付き合わないというめんどくさい関係性になっています。まあ、勉強はできるのに恋愛周りはポンコツな2人の初々しい姿を楽しむっていう感じで、ジレヤマ展開しっかり楽しめる作品になっています。まあ、テンポの良い掛け合いによるコメディ要素もありますので、まあ、全体的にバランスがしっかりしているシリーズですね。最新刊では文化祭エピソードが描かれているということで、まあ、所属する演劇部のステージで一波乱起きる展開となるようです。まあ、イラストを見る感じ疑似告白的な展開になるんですかね。まあ、ベタな展開ですけど悪くないと思います。まあ、すれ違い系のジレアマ系ラブコメが好きな方は本作読んでみてください。続いてはこちら、お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件 8.5 巻。お隣の天使様の最新刊が来ました。こちらは 8.5 巻ということで、書き下ろしの短編集ですね。今年テレビアニメ化もされ話題となった天使様ですが、オリコンが発表した2023年上半期のライトノベル売り上げでは堂々の1位を獲得したりと、アニメ化効果で凄まじい売り上げを叩き出しています。まあ、うちのチャンネル視聴者だとね、もうアニメ化前からすでに読んでいる人が多そうですけど、まあ、近年のアニメ化ラノベの中でも大成功と言っていいシリーズだと思います。最新刊は短編集っていうことですけど、作者曰くこれまでに出ていた巻の間々のエピソードをまとめた内容となるということで、結構ねザッピング的な感じになりそうですね。まあ、ただねヒロインの真昼の幼少期の頃の過去編なんかもあるようですから、そこら辺なんかも注目です。これねなかなかレアなストーリーが楽しめそうですね。ちなみに今回ですが、小冊子付き特装版も同時発売となります。まあ、価格としては1100円くらいですので、書き下ろし短編がついてくるこっちを買うのがいいんじゃないかなと思います。まあ、特装版はね買い逃すと後々ね入手するの難しいですからね。シリーズファンは見逃さないようにしてください。続いてはこちら、男女に出会いを求めるのは間違ってるだろうか19巻。皆様お待ちかね、断末本編最新刊がついに来ました。まあ、断末に関してはここ1年いろいろなシリーズで新刊が出ていたんですけど、やっぱり本編を待っていたっていう人はめちゃめちゃ多いでしょう。まあ、前巻発売が今年の1月でしたので、まあ、発売ペースとしては以前よりも全然早いくらいですね。まあ、前巻で大きな物語が完結し、最新巻からは新展開が始まるということで、新キャラなんかも登場しそうな感じですね。最新巻のあらすじでは、様々な出会い、騎士との開講、そして学園生活、新章とともに新たな冒険が幕を開けると書かれていますので、がっつり新章が開幕となっていきます。あらすじの雰囲気を見る感じ、シリアス展開ではなく、賑やかなエピソードになりそうな感じがしますね。さらに今回の最新巻は13巻以来となるドラマ CD 付き特装版も同時発売となります。価格としてはね3300円で少しお高めではあるんですけど、こちらね買い逃し注意です。ドラマ CD のストーリーとしては過去と未来が交差するイフ的な展開となるようで、アストリアファミリアが絡んだものになるっぽいですね。まあ、シリーズファンは見逃さない内容ですので、絶対ゲットするようにしてください。
それとね、今回の本編最新刊で12ヶ月連続刊行のラストだったわけですけど、なんとね、こちら13ヶ月連続刊行に伸びちゃいまして、来月ファミリアクロニクルエピソード龍第2巻が発売予定です。アニメでね、龍さんファンになった人も多そうですので、こちらも見逃せないですね。また来月もね、がっつり紹介しようと思います。以上、シリーズ続刊タイトルを紹介しました。続いては GA 文庫新シリーズの紹介です。まずはこちら、攻略できない峰内さん。こちらはラブコメ系の新作ですかね。表紙の雰囲気がポップでいい感じです。本作はちっちゃくて可愛い上級生の先輩とのドタバタコメディとなっていて、さらにボードゲーム研究会を舞台にした部活ものになるみたいです。ヒロインの峰内さんはカードゲーム大会の元上位ランカーで、そんなヒロインに目をつけたボードゲーム研究会唯一の部員である主人公が部活勧誘をしまくるというのがね、大筋のストーリーとなっているようです。入部をかけたゲームバトルをしたり、生徒会の面々を巻き込んだドタバタがあったりと、古き良き学園部活動系ストーリーっていう感じで、なかなかいいですよね。可愛い先輩ヒロインとの青春ラブコメが楽しみたい人は、本作チェックしてもいいんじゃないかなと思います。続いてはこちら、隣のクラスの美少女と甘々学園生活を送っていますが、告白相手を間違えたなんて今更言えません。こちらもラブコメ系の新作ですね。タイトル的に勘違いから始まるイチャイチャラブコメって感じでしょうか。作者の佐藤敏夫先生はアニメ化もした、例えばラストダンジョン前の村の少年が序盤の街で暮らすような物語の作者さんですね。今回はファンタジーではなくラブコメを攻めてきたって感じです。ストーリーとしてはタイトルの通りって感じで、一世一代の告白をした主人公が、その相手を間違ってしまったせいでかなりドタバタコメディになっていくって感じですね。相手側からはね、告白を OK されてしまって、そのまま付き合っちゃうことになるっていうね、勘違いラブコメになっています。ヒロインは学校一の美少女な上に、周囲も祝福モードになってしまったせいで引けに引けなくなっちゃうわけですね。そうなるとね、本当に告白したかった相手とどうなるのかは気になりますよね。そのヒロインはね、地元の名家のご令嬢で、おしとやかなタイプのヒロインのようで、これね、ダブルヒロインものになっていくんでしょうか。作者の作風的にはね、がっつり三角関係になるわけじゃなくて、ライトに楽しめるラブコメになると思うので、ぐいぐい攻めてくる美少女にぐらついちゃう、甘々ラブコメがメインとなりそうです。勘違いから始まるラブコメがどうなるのか、気になった方はチェックしてみてください。それと GA 文庫はその他の作品として、ゲームで不遇職を極めた少年、異世界では魔術適性マックスだと歓迎されて異世界生活を自由に満喫するスペルキャスターレベル100第2巻も発売となります。こちらもね、気になった方はチェックしてみてください。続いては9月19日発売のガガー文庫です。まずはこちら、恋人以上のことを彼女じゃない君と第3巻。このシリーズはね、ちょっと大人なラブコメとなっていまして、個人的にかなり気に入っている作品です。社会人の主人公とヒロインがお互いの支えになるというか、癒しになる物語っていう感じで、実際にね、社会に出て働いてる人はね、グッとくるんじゃないかなと思います。ストーリーとしては、大学生時代に付き合っていた元彼元彼の二人が、社会に出てから数年後に再会して、もう一度距離を近づけていきます。ただね、もう一回付き合うっていう流れではなくて、お互いに社会で擦り切れた心を心地よい関係の中で癒していくって感じなんですね。当然ね、もう大人ですので、肉体的なところでもつながりを持っていくって感じです。ただね、がっつりエロ要素推しっていうわけではなくて、あくまで心地よい関係の中で、じれったい関係性を楽しむ作品になっています。そんな中でね、最新刊は、かつて恋人関係だった大学生時代を描いていく過去エピソードになるということで、キャラの深掘りがっつりしていく展開となりそうです。別れることはね、確定していますので、どういう心境の流れで大学生時代に二人が別れることになったのかは結構ね、気になりますね。切ないストーリーになりそうですので、シリーズファンは最新刊も要チェックです。続いては新シリーズの紹介です。タイトルは、悪の黙示録、裏社会の帝王、死して異世界をも支配するとなっていますね。ガガ文庫の今年の新人賞作品、ラストの作品となっています。タイトル的には異世界転生ものっぽいですね。ガガー文庫だと逆に珍しい気もします。ストーリーとしては、裏社会の支配者として君臨したマフィアの王が何の権力も持たないただの少年へと生まれ変わる異世界転生ファンタジーとなっています。主人公はかなりの野心家のようで、異世界のスラム街からもう一度世界を手に入れることを決意するようで、成り上がり展開も楽しめそうですね。ただあらすじには、生前で取りこぼしてしまったあるものを手に入れるために世界を手に入れようとするっていう風に書かれていますので、主人公が何を求めているのかは気になります。あとはね、新人賞の選評では戦闘描写を高く評価されていますので、バトルシーンもかなりかっこよくなりそうです。表紙イラストを見る感じ、銃を使っていくって感じなんでしょうか。
まあ、ガーブンコの新人賞作品の中ではかなりドストレートな感じがあって、これはこれで楽しみですね。まあ、自分はね、本作購入予定でいこうと思っています。そしてガーブンコはその他にも楽園殺し第3巻も発売となります。こちらは前巻が発売したのが2021年9月ですので2年ぶりの新刊ですね。シリーズファンはこちらも見逃さないようにしてください。続いては単行本の新シリーズから2作品ほどピックアップします。まずは9月14日発売の GA ノベルから発売するその王妃は異邦人東方記婚姻譚を紹介します。この作品ね、全くノーマークだったんですけど、あらすじ読むとね、かなり面白そうなんですよね。ストーリーとしては西洋の王国で即位したばかりの若き国王が東洋の姫君を王妃として迎えたことから始まっていきます。まあ、この王妃となるヒロインがかなり切れ者みたいで、東洋の技術や芸術品を国にもたらしたり、政治にもその才能を発揮して国民から絶大な支持を受けていくっていう流れになるようです。かなりミステリアスというか妖艶な雰囲気があって、すごくねいい感じですよね。個人的には切れ者で強いヒロインって好みですので、どんな活躍をしていくのか気になります。それとね、若き国王の方がヒロインに手玉に取られてしまう感じもあって、二人がどういう関係になっていくのかも注目です。こちらね、気になった方はぜひチェックしてみてください。続いてはこちら、電撃の新聞芸から9月15日に発売となる普通オタはいりません、崖っぷち声優ラジオで人生リスタートを紹介します。いや、なんだかんだね、声優系ラノベって気になっちゃいますよね。本作はレギュラー番組もなく、コンビニアルバイトで生計を立てている崖っぷちのアラサー声優が売れっ子の現役女子高生とタッグを組んでラジオ番組を持つことから物語が始まっていきます。これはね、年の差声優ユリラノベってことなんでしょうか。なんか要素モリモリって感じでいいですね。まあ、イラスト担当も海子先生ですし、ユリラノベのイラストも結構担当しますよね。あとはやっぱりね、崖っぷちのアラサー女性声優がどうやって業界を生きていくのかっていうところも気になります。まあ、声優業界ものって一般人から見ると華やかな印象ですけど、実際には相当大変だと思うので、リアリティがどれくらい感じられるのかは気になりますね。まあ、声優ラノベってね、振り切ったキラキラした明るいタイプか、苦しさもある熱血タイプかで分かれる印象ですので、まあ、本作がどちらになるのかがっつり読んで確かめたいと思います。気になった方は手に取ってみてください。以上、単行本の注目ラノベを紹介しました。はい、ということで今回は9月3週目の注目ラノベ紹介でした。まあ、今回は断末本編に天使様、他にもね、気になる新作があったりと、個人的にかなり大満足なラインナップになっていました。まあ、皆さん的にどうでしたかね。ぜひね、皆さんが購入するラノベがありましたらコメント欄で教えてください。以上、本動画はここまで。また来週も新刊紹介していきますので、チャンネルの応援の意味も込めて高評価ボタンをポチッとするか、もう一本別の動画を見てもらえると嬉しいです。それではまた次の動画で会いましょう。またね。